君から見た僕はきっとただの友達の友達、うん、たかが縮みに向けられた笑顔があれならもう恐ろしい人だ。モデルみたいな人なんだろう、そいつはきっと君よりも年上で焼けた肌がよく似合うヨガ好きな人だ。キスをする時も君は背伸びしている、頭を撫でられ、君が笑います。ダメだ、何一つ買ってない。いや待ってよ、そいつ誰だ。会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ、君が他の誰を気になってたって偶然と油かけ下で震えながら君のことを考えます。好きなアイスの味はきっと